ントが見れない。どうやったらいいんだ。こんばんは。ちょっと一旦切ってもいいですか。ごめんなさい。一瞬、あ、見れそうか。コメントが、あら、コメントが見えないのでちょっと一旦切ります。ごめんなさい。夜ご飯は食べましたよ今日。こんばんは。こんばんは。しっかり寝てますよ。嫌です。元気だよ。元気なさそうに見える。元気ですよ。こんばんは。ありがとう。守りたい、叶え。こんばんは。そう、ごめん、一瞬ね、コメントが読めなくて一瞬配信切っちゃった。こんばんは。こんばんは、本当ありがとう。アイドル、こんばんは。見てるにゃ、ありがとう。こんばんは。かわいい、ありがとう。音符ありがとう。ハートありがとう。音符ありがとうございます。こんばんは。ハートありがとう。なんか後ろありがとう。ハートありがとうございます。こんばんは。こんばんは。アイドルありがとう。お、2時の申し込みも皆さん済ませましたか。してくださいましたか。こんばんは。お、申し込みました。ありがとうございます。2時からは枚数制限がちょっと緩くなるのかな。1時よりかはね。確かね。ぜひ申し込みしてくださると嬉しいです。こんばんは。幕張よろしくお願いします。こちらこそです。そうですね、2時を申し込むんだ配信ですね、簡単に言うとね。くま、ありがとう。はたありがとう。はたありがとう。ありがとうございます。くま、ありがとう。こんばんは、ありがとう。ハート、ありがとう。愛してる、ありがとう。結婚して嫌です。ハート、ありがとうございます。アイドルを。こんばんは。推ししか勝たん。ハート、ありがとう。ね、ラジオ始まるね。あと火曜日だから、あさってだね。楽しみです。こんばんは。実機に会いたいくん。ゲスト投げたつもり貯金していてください。会いに来るために。あと、ありがとう。お、握手と確保 してくださいました。ありがとうございます。ハートありがとう。お花ありがとう。こんばんは。ありがとう。
ペンライト、浴衣、スーツ姿可愛かったですか？ありがとうございます。次のシングルもいろんな私に会いに来てくださいね。こんばんは。あ、そう、イベントがね、いつだったか忘れたけど、ちかこさんと一緒に、確か、うん、ちかさんだった気がする。二人であるので、あと、ありがとう、こんばんは、やっほー。そう、あ、10月26か、イエーイ。ね、春日井聞いたことある、春日井。トーク会確保してくれてありがとう。ペンライトありがとう、こんばんは。そう、去年も出させていただいて、去年なんか感謝祭配りもあって楽しいイベントでしたので、ぜひ来てください。またありがとう。そう、去年はあやさんと一緒にイオンのなんか焼き鳥食べて美味しかったです。本当ありがとう。ありがとう、ハート、こんばんは。そう、イオンに売ってる焼き鳥食べて、マネージャーさんが買ってきてくださってから、そう、美味しかったです。イオンは割と食べ物で覚えてます。美味しかった。タメ会デビューしたけど握手会デビュー、しに来てよ、おいで。またありがとう、こんばんは。あ、ちまちぐりのアクスターとかあんの？いいじゃん、ゲットしてよ。そう、カジケンのさ、トッピング数がさ、チーム S がトップだったけんさ、めっちゃ嬉しい。やば、1年間食費ただに近づいてるよ。ガチ嬉しい。またありがとう。ありがとうございます。ね、最低ラインをクリアしたね、嬉しい。レモン美味しいって言ってた、イエーイ。またありがとう。ポテチ美味しいね。やば、来年食費タダじゃん、このまま行ったら、めっちゃ嬉しい。そうなんよね、速報がね、1位だとね、油断しないでください、皆さん。油断して、なんか1位だからいいやとかで他のチーム食べると抜かされちゃうので、みんなチームエースだけを食べてくださいね。こんばんは。チョコレート食べてました。ね、メイクレシピ作ってくれた方いて、そう見て、昨日配信見に来てくれた女の子が作ってくれてて、ストーリー載せさせてもらおうかな、使わせていただきます。ありがとう、マジですごい上手すぎ。こんばんは。すごかった、ありがとう、だるま。ね、すごかったね、時間かかる、絶対時間かかるよ。
無理だよね。そう、無理絶対。かわいい、ありがとう。こんばんは。結婚して嫌です。でもあれが本当に毎日メイク、毎日メイクのなんか定番のやつです。こんばんは。毎回ね、あれはフルで使います。メイクポーチの中身って感じ。1週間のご飯知りたい。そんな大したもの食べてないです。嘘、詰まってる？覚えてますか？電波悪いかな。なった？あら、大丈夫な人とそうじゃない人がいるっぽいな。あ、戻った、よかったよかった。電波が不安定な。はい、ありがとう。最近おやつ投稿少なめだけどね、今食べたけどあんま食べてないかも最近。ありがとう、クマのペンライト、ハートありがとうございます。ありがとう、ペンライト。なってよかった。なんでだろう、くるくるしてた方としてない方がいるっぽい。もう今日すっぴんじゃないです。多少メイクしてます。ありがとう、ハート。食べ過ぎ気にしてない、ただの節約です。ありがとう、ハート、ありがとう。こんばんは。また止まった？こんばんは。なんでだろう、今日電波の調子が悪い。最初コメントも読めなかったし。ありがとう、ハート。最近暑い？でも割と過ごしやすくなったかなって感じ。こんばんは。寝るときとかもエアコンつけてないし、日によっては。お、幕張初めて会いに行きます、嬉しい。ありがとう、クマ、ありがとう。ね、今日電波怪しい。こんばんは。たまにね。あと、ありがとうございます。こんばんは。ね、しばらくエス公園ないね。そうなんだ。まだ発表されてない、次のエス公園。割とさ、みんなと一緒にすること多すぎてさ、公園のいつ公園あるか。かわいい、ありがとう、ハート、ありがとう。寂しい、公園ない、まだなんだ。通称立ちと座り、どっちがおすすめですか？でも立ちの方が私的には普通になんかスカートとか履けるかなって感じかな。でも座りだと
みんな楽じゃない？って感じ。うん、ハートありがとう。でもどっちもおすすめです。割と私通所でもベラ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 喋るタイプなので、あの聞いてくださると嬉しいです。そうね、衣装が映るのは立ちかなって感じ。こんばんは。そう、よく喋ってるのでぜひ相手してください。お、虹も申し込みありがとうございます。でもなんかツーショット会、私今回あのバルーンアートのツーショット会のあの後ろに飾り、後ろとか前とかに飾りたいなーって考えてるので、よかったらツーショット会申し込んでくれたらバルーンアートも一緒に映ります。そう、バルーンアート飾りますね。そう、やりたいなみたいな、飾りたいなと思ってて、いろいろ何がいいかなって考えて、バルーンアートいいかなと思って、でバルーンアートを作るので、作って置いとくので一緒に写真写りましょう。こんばんは。そう、いつも風船ついてるのでちょっと豪華にしちゃおうかなって思ってます。のでぜひぜひ通称も来てください。通称初めて来てくれるの嬉しい。こんばんは。本当ありがとう。ね、テーブルに置いたり飾るかはまだ決めてないんですけど、ぜひ飾りたいと思ってるので、それもついでに楽しみにしてください。みんなが近くでバルーンアート私が作ったの見れることあんまないと思うので。こんばんは。ハートありがとう。またなんかそのね、あのいろんなバルーンアート作っていろいろ飾りたいと思ってるので、ハートありがとう。そう、特技なの忘れないで。実は特技なんですよ。で、その変え、作れるやつがあったときは、作れる時間がある分によっては変えたいなと思ってるので、いろんなものを見にぜひやってきてください。びっくりした。何が倒れた。あー、びっくりした。ハートありがとう。目が覚めた。眠かったんかいっていう。レンボスターありがとう。誰もありがとう。こんばんは。びっくりした。ただのエアコンの風で倒れただけでした。そう、眠かったけど目が覚めた。こんばんは。起きる。眠たい。でも肩ありがとう。そう、さっき寝そうだったんだけど、いかんいかんと思って配信始めたのね。さあ、まあ眠いまま始めたから眠いよね。
ばんは。ケンケン、ちょっと練習しようと思ってちょっと練習して配信始めたから、眠い上に踊ってもっと眠くなっちゃったよねありがとうクマ、ハートありがとう。あ、メイクはもう手抜きです、ごめんなさい。もうこれ10分かからず出来上がりました、このメイク。体調は元気ですよ、眠いだけですかわいい、ありがとう。そう、お昼にちゃちゃっとメイクしたやつです。そう、メイク大体メイクは10分、前髪5分っていう私のいつもの毎日です。なんか前髪5分の方が長いのちょっと嫌だよね。落ち着いてる？お仕事の時はメイク20分25分ぐらいで、前髪も10分ぐらいかな。髪の毛自分で巻くとかストレートするってなったら15分ぐらい。大体家出る準備、家出る準備、お仕事する準備が1時間ぐらいかな。あ、インドネシアからかな。で、昔ちょっと服選びはね、大体前日に決めておくって感じかな。洋服は前日に決めて、うん、出しておくし、バッグも家出る準備してもう置いとくそう、ハートありがとう。ねえ、そうなん、ジェラピケミッフィーコラボやってんの、超かわいい。まあ、そう、でも忘れ物しちゃうの。さすがに服は着て寝れません、そんなことはしない。ありがとう音符。そう、準備前日にちゃんとして寝ないとはっって起きちゃうこんばんは。こんばんは。え、なんで忘れ物しちゃうんだろう。なんか、あ、これ入れてないと思って起きちゃって、準備してまた寝て、こうして嫌です。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。似てる似てる、もう髪伸びてきてね、切りたいんだよね。ねえ、そう、つかじけんちんメス1位でめちゃくちゃ嬉しいです。そう、同期がいるときはね、忘れ物しても誰かが貸してくれるから、コスメとか別に忘れても大丈夫。同期がいるときは身軽です。めっちゃかわいい、ありがとう。こんばんは。遠いね。でも先輩にも何度か借りたことある、貸してくださいって、誰かこれ持ってる人いませんかって言って、え、チームス売り切れてた。ありがとう。そう、アミさんに借りたことあるそう、コスメ
たありがとう。メイク部屋で誰かこれ持ってる人いませんかって言ったら亜美さんが貸してくださった。そう、それでお借りしました。こんばんは。アイドルをありがとう。ありがとう。お花ユウと化粧似てるの誰だろう。でもアンスとは使ってるものは割と一緒のもの多いかも。ベースメイクとかファンデーションとか一緒に使ってるし。ありがとう。お城何が一緒だろう。マスカラも一緒に使ってるし、色は違うんだけど、なんか一緒のもの多いかも。あんずと、こんばんは。ありがとう。ボール、こんばんは。そう、あんずといるときね、帰れれる。メイクポーチもあんずと一緒なのね。私もファンの方からいただいたものを作っ、私ファンの方からいただいたやつを作ってるんだけど、偶然一緒で、あんずとけん、なんか中身も近いし外も一緒やけん、マジで。でも今のところまだ持ち帰るの忘れたことはない。確かに先輩のメイクレシピ見てさ、あ、やばい、これ忘れた、これ持ってる人ってメイクレシピで探したらさ見つかりそう。すいません、これ貸してくださいって言ったら見つかりそう。ありがとう、ハート。え、違う、同じ人じゃないの送ったの。すごくない？確かにめっちゃいいメイクレシピの使い方かも。そういう使い方ではないかな。こんばんは。やばい、眠く。こんばんは。明日からもファイト、みんなもね。やばい、眠たくなってきた。うん、9連勤お疲れ様。はい、ありがとう。明日は水曜日です。そして明後日がついにラジオの放送です。今日早起きだったんですよ。私6時ぐらいには起きて、もう眠たいです。だからふふ、眠さん、ありがとう。トロンとしてる目が、もう眠いんです私。はい、ありがとう。そう、6時に起きたんです。でも寝たのも2時とかだったから、昨日2時過ぎて寝たから3時間ちょっとしか寝てないので眠いです。2時くらいかな、4時間ぐらい。メンバスター、ありがとう。こんばんは。ヤヒメタンさんが嫌なこと言ってたのは何て言ってたの。アイドル、ありがとう。でも私は三徹の経験があるので4時間睡眠なんて余裕です。こんばんは。大学時代のね、テスト前とか製図、設計課題の提出場合はそうだったので、スマホが消えた。あら、スマホがどっか行った。まあいいや。
きょうちゃんとこんちゃんなんだ。三鉄は本当にやめた方がいいよ。みんな三鉄二鉄マジで本当になんか全身が痛くなるの。ずっと正座してた。だからもう本当終わった瞬間、なんか大学の時って設計課題とテストが同時に来てたの。だからまず設計課題やってテスト勉強やって、テスト受けて、またテスト受けたら、また設計課題やってテスト受けてみたいなのやったら、終わった瞬間なんか眠いとかお腹空いたとかそういう感情じゃなくて、なんか全身が痛いみたいな、なんか血液が体に巡ってない感じみたいな、して本当になんか全身痛すぎて、なんかやっぱ良くなかった徹夜は。まあ、そうなんか血液が絶対これ体に循環してないよなっていう感じがする。あんまりやめた方がいい。あんまりやめた方がいいっていうか本当にやめた方がいい。エナジードリンク飲んでた。ありがとう。マジでだってテスト勉強とかが本当になんかもう本当にテストめっちゃいい点取らないと単位もらえなかったから、授業行ってなさすぎて、限界の授業しか、限界ギリギリの授業しか行けなかったから、なんか本当にテストマジでめっちゃ頭いい人レベルで取らないと単位もらえないけど、でも授業も行ってないから分かんないしみたいな。後ろありがとう。感じでめっちゃ徹夜した。またありがとう。そうでも最近はちゃんと寝なきゃやってられない。若かったんだろうな、10代だ、10代ではないか、20代前半か、大して変わんないね。20代前半だ今も。二十歳だったから若かったのかな。もう最近できない徹夜。10代じゃないわ、10代の時はないスキーにいないわ。ちょっと眠くて何やってるか分かんない。約2年前とか。なんかもう SKE にまだ2年しかいないんだって感じ。うん、いやそのんいつやったんだろう、2月。こんばんは。でも留年したくなかったからありがとう。もう貯金なくなっちゃったから、留年したら学費払えなかったから、もうこれは絶対に卒業するしかないと思って。ありがとう。こんばんは。ハートありがとう。そうなんかの取材でも貯金使い落としたみたいな話でした。そうそうそう、あとありがとう。アイドルをありがとう、あとありがとう。頑張った。あとありがとう。
ちゃった、ありがとう。ね、そう、もうやっと SKE に専念できるので、なのでぜひ皆さんSKE に専念した私に会いに来てください。二次申し込み、二次受付始まってるので、また追加できるのじゃないかな、どうでしょうか。あと、ありがとうございます。どうなんでしょうか、知ってる方ぜひ教えていただきたいです。そう、3時もね、また明日から始まるからね。あ、21回限りなんだって。そうなんだ、ツイッチはぜひ明日追加してください。アイドル、ありがとう。そろそろ眠いから順位発表しようかな。じゃあ順位発表していきます。1位さっちゃん、ありがとう。2位アメピさん、2位ありがとう。3位管理人さん、ありがとうございます。4位ロトシフトさん、4位ありがとうございます。5位パンダくん、ありがとう。6位群馬のおたーちゃん、あれ違うね、ごめんなさい、眠いもんで。6位プラティパスさん、ありがとうございます。7位プータローさん、ありがとうございます。8位群馬のたーちゃん、ありがとうございます。で9位が大吉48さん、9位ありがとうございます。10位豚足の大号令さん、ありがとうございます。11位ラムさん、ありがとう。12位はのりたかさん、ありがとうございます。13位がエイジさん、ありがとうございます。配信ありがとうございました。ありがとう花。あ、届きました、嬉しい、楽しみ、あとありがとうございます。ぜひ2次の申し込みまだだよっていう方は、明日の昼までなので2次申し込み1枚でも何枚でも嬉しいので、ぜひ申し込みを、私の分気持ちでもいいので会いたいなって1ミリでも思ってくださった方は、ぜひぜひ2次申し込みポチッとしていただいて、ゆうなに会えるなーって思いながら寝ていただいて、でまあまあもっと会ってやってもいいかな、もっと会いたいかなって思ってくださった方は、ぜひ明日の3時からの3時申し込みにぜひ申し込んでいただけるとめちゃくちゃ喜びますのでぜひぜひ一人でも多くの方とたくさんの時間を過ごせることを楽しみにしています。ではあ、じゃあ最後にじゃんけんをしましょう。そして負けた方はぜひ2枚追加、そして私に愛子だった方は1枚追加、そして勝った方は3枚追加ということで、最後のじゃんけんです。最初はグーじゃんけんポン、いいですか皆さんではおやすみなさい、バイバーイ。チョキでした、グーを出した方は3枚で、パーを出した方は2枚、チョキを出した方は1枚の会いに来てください。バイバーイ